はい、おはようございます。池田です。自転車好きの中に脈々と受け継がれてきている、伝えられているとある伝説があるんです。それがですね、サドル沼という伝説ですね。いろんなサドルがもう世の中にはもう星の数ほどあるんですけれども、その自分のお尻の形ですとか乗り方に合ったサドルを見つけるのはもう沼を進んでいくがごとく、もう底なしと、こっちがいいなと思ってたら別のサドル試したら、あれこっちの方がいい、あれでも次はこう、なんか合わないみたいなのがですね、あるんですよ。それをこうサドル沼って言われてるんですけども、僕はですね、そのサドル沼結構信じてるんです。はい、ということで、今回はですね、自転車のサドルについてお話ししていこうと思います。では行ってみます。はい、なんでそのサドル沼って、言い始めたかと言いますと、実はですね、サドルを変えたんですよ。これブルックスの、プロフェッショナルですね、チームプロと、いうサドルに今回変えました。でこれ何かっていうと、実は、僕がですね、ロードバイクの、EBS 方々という自転車に乗っていた時があったんですよ。それがだいたい今から何年、10年ぐらい前ですね。でブルックス、その時につけてたブルックスがこのチームプロやったんですね。でこれがもともとツールドフランスで使われてたサドルとかな、もうちょっと今うる覚えなんですけれども、なんで結構こうレーシーな、レザーサドルなんですよ。チームプロっていうぐらいですからね。でどこがレーシーかというと、これ実は今サドルバッグをですね、無理やりつけてるんですけども、ブルックスのレザーサドルによくあるサドルループっていうのがないんですよ。ここ本当はここにバッグを引っ掛けるループみたいな金具があるんですけど、これないんですね。ないタイプなんで、こう走りに結構特化しちゃってるというものになります。はい、でこれを、再びですね、ちょっと気分転換って今朝つけてみたんですよ。そして乗ったらむちゃくちゃええやんなんだこれってなって、むちゃくちゃええやんってなって通勤してたっていうところです。はい、もうこのサドルですね、もうしばらく使わない期間があって家の倉庫に入れてたんですよ。でもともとこれ確かハニー色じゃないわ、ハニー色じゃない、オーク色っていう黄色やったんですよ。でそれを、使い込んでいってたら、だんだんこうハニー色になってきたと、ちょっと濃ゆくなったんですね。これでも実は濃いんですよ。本当はもうちょっと、鮮やかな色やったんですけど、でその鮮やかな色と、バーテープを昔ですね合わせて、まあ、使ってたというところですね。でこの銅鋲で、打ち込まれたタイプなんで、このレザーを押さえる面もですね結構広い感じです。でもともとロードバイクで、使用してたということもあって、新品ではなくてもかなり使い込んだ状態やったんです。でそのでっかいサドルバッグとか、横型の、サドルバッグとかつけることが多かったんで、最近ですねツーリングメインでやっとったんで、なんであんまりこのループがない、タイプっていうのはそこまで使ってなかったんですよ。で、ずっとこうサグマサドル、バイク用具のサグマサドル、サスペンション付きのやつを使ってて、あこれもええなこれもええなと思ってたんです。でからよっこらちょっと、変えてみたんですが、これがですね非常に良いんですよ。良いっていうか、なんかこうポジション、お尻のポジションがですねジャストフィットして、で前傾姿勢にもなりすぎないし、こう後ろに反ることもないし、なんかこうリラックスして乗るのには、かなりいい位置にいきなり決まったんですよね。
こういうのってあんまりなくて、何かしらこうサドルを上下したりですね、お尻のこの位置はこの辺りかなっていうのをこう考えながら、合わせていくんですけども、それがいきなり合うというのはまあなんかこうお宝を発見したかのような気分に今なってるわけです。でこれがですね、非常に全部が全部こういくかというとなかなかいかないんですよね。っていうのがですね、まず車体があると、自転車の車体があって、でサドルがあるっていう感じで、その車体によってハンドルの位置ポジションによってこのお尻にかかってくる負荷とか、使い勝手がちょっと変わってくるという中で、これを見つけていかないですね。なんですけど、あまりにもこの選択肢が多すぎるっていうのと、その中からたどり着いていかないと、その車体かつそのポジション、その時の雰囲気、体調みたいなのにドンピシャで会うことってまあまあないんですよ、なかなかですね。なんですけど今日はたまたま、会ったという感じ。ただ唯一ちょっと気になっているのがこの色ですね。今までこうこの僕のコナスートラって今回あえてブラック系で統一してたんですよ。今までこう鮮やかな、まあ、ヘッドセットゴールドとか赤とかシルバーとか明るい系で合わせてたことが、多かったんですけど、このスートラに関してはブラックで着とったんですね、全部。なんですけどここだけこの今茶色になってしまったという感じです。なんでこのどうなんかな、まあ、ありっちゃありなんかな。でもここ茶色にするんやったらこのバーテープとかも茶色にしたった方がやっぱり、こう合うんじゃないかなとか今考えてるんですけどね、なかなか黒がメインやったんで、まあ、どうしようかなと今、検討しているところです。はい、でもともとですねブルックスってあのバネ付きサドルだったり、あの定番の B17 だったり、あのスイフトっていうあのちょっと細いものとかスワローっていうかなりもう本当にペラペラの、一枚板のようなものだったり、まあ、いろいろ、試してみてるんですけれども、最初に200キロぐらい、あのパンツなしですね、ロングライドに行って結構快適に行けたなっていうのがこのチームプロをやったんですね。はい、この前これが実はブルックスの手に入れた2番目のサドルで、一番最初はあの B17 やったんですよ。 B17 スペシャルっていうやつですね、もう超100年以上続いてる超定番の形状のサドルですよ。レザーのレザーです、レザー、そうレザーっていうのもありますよね、なんですけどそれは今あの T 氏が使ってるんで、これが今現存している僕の一番最古入手した最古のまあ、サドルという感じですね。はい、まあ、サドル沼ですよ、サドル沼。今回レザーに交換してでドンピシャで決まったんですけども、まあ、やっぱりレザーはレザーのメリットもデメリットもありまして、例えば水に弱いとか、使っていけば伸びてくるとか、いうのがまあデメリットとしてあるんですけど、メリットとしてはどんどんそのお尻の形に合ってくる、エイジングが楽しめる、経年変化が楽しめると、いうのもあって僕は結構好きなんですよね。でいろんなこのサドルの沼がある中で形状が途中から変わってくるっていうのもこのレザーサドルの特徴かなと思ってて、そのもうありとあらゆるサドルを試す中で全部は試せないので、その一つのサドルを最適なものに寄せていくことができるのがこのレザーサドルかなと、思いますね。はい、まあ、そんなところでもう予想もしなかったですね。この、スートラの自転車にはバイクヨークのサグマサドルだったり WTB だったりそのブルックスのバネ付きサドルだったり、まあまあ、 いろんなものをですね都会控えしてつけてたんですけども、こいつはつけてなかったんですよね。まさかこいつがこんなにフィットするとはちょっと思いもよらなかったんで、その衝撃を受けて、今こう撮ってるという感じです。どうですかねこの色合い
あんまり、まあでもこれじーっと、ちょっとじーっと見てください、これ。じーっと見てたら、だんだんありになってこないですよね。だんだんと。なんかこう、全部ブラックやったらちょっと重いから、これ、ここありになってくるんじゃないかな、どうかなというところでございます。はい。まあ、あのもうしばらくですね、ちょっと乗ってみて、ただこのしばらく置いとったんで、ちょっとこうひびが入ってきたりしてるんですよね。なんでこれちょっともう一回クリーム塗り直して、綺麗にして塗ればもう少しこう色も濃ゆくなるんで、全体的に落ち着いた色合いになるんじゃなかろうかと、思います。で 今まで使ってた、サドルバッグを試してみたんですけど、だいぶですね、このレールの形状上、このサドルの下側にですね、空間ができたんですよ、ここなんで、この空間も何かに使えるんじゃないかなと思ってます。レザーサドルの雨よけのカバーみたいなのを僕ここによう入れてるんですけど、そういうものを入れたり、何か別のバッグ、別のツールセットみたいなのをこのレザーサドルのこの下の部分に忍び込ませるんじゃないかな。結構空いてますよね、これ。結構広いぞ、この空間。この空間もレザーサドルの特徴じゃないかな。通常のサドルってこの樹脂の、まあ、底板があって、その上にこうクッション、その上にカバーってくるんですけど、レザーだともう1枚レザーなんで、この1枚のレザーがハンモックのようにこう吊り下がってるだけなんで、やっぱりこの下の空間が取れるっていうのも特徴やな。はい。まあそんなこんなで、サドルですね、サドル沼伝説、僕はちょっと信じてるわけなんですけれども、やっぱりこう同じ自転車でもサドルを変えると乗り味が変わるんで、面白いですね。なんてある程度やっぱりこうサドルって、あ、なんか自分のお尻に合ってるなっていうサドルがあればもうベストなんですけども、あえて外していくみたいなのもありかなと。で、意外とですね、このサドルの合う合わないって、いい悪いじゃなくて、いきなりこう完成車についてるものとか、そこら辺にこうプラッとこう落ちてたものとか、落ちてはないか、気にも留めてなかったサドルが、ジャストフィットしたりするんで、そういうのを探すっていうのもいいですよね。あの中古でいろいろこう買って試してみるみたいなのもなかなかいいんじゃないかな。僕はもうかなり新品中古問わずもう試しまくるんでね。その中でジャストフィットのやつが見つけたら、もうこれはもうワクワクですよ。毎日のこう通勤が楽しくなる、サイクリングが楽しくなるっていうもんですよね。はい。ということで、今回はサドル沼、ちょっとまた面白いサドルを見つけたので、相性がいいものを見つけたので、そのご紹介でした。どうもありがとうございました。